広電バス。広電バスは、広島県に本拠を置く、広島電鉄、広電のバス事業の通称。広島電鉄のバス事業は、バス事業本部が担当している。バス事業本部の組織としては、広島市中心部の路線、市内線を担当する、都市圏輸送営業部、広島市郊外や高速バス、県内、県外の路線を担当する、地域輸送営業部、2012年に、 クレシ交通局から事業譲り受けしたクレシ周辺の路線を担当するクレ輸送営業部に分かれている。対外的にはバス停留所での表記などに広電バスの故障を用いており、これが一般に周知されている。広島ガス電気時代の1928年、昭和3年、広島のり上い自動車が創業。高野橋を起点に市中心部、船入 関音本面に路線網を展開した。対抗策として、広島ガス電機の定款に乗り合い自動車営業を追加を申請。1929年、昭和4年9月に認可後、翌10月に恋から宮島間で乗り合い自動車の運行を開始した。また、1929年、昭和4年に、広島乗り合い自動車の株式の大部分を取得し、系列化及び、 当時の専務を広島乗リアイ自動車社長として送り込んだ。それらが広島電鉄のバス事業の開始になる。当時はバス事業への本格参入を目的とせず、競合路線への参入阻止を目的とされたと思われている。自社で開設した恋、宮島間の路線も1930年昭和5年に1月に子会社化した広島乗リアイ自動車に譲渡した。 1938年、昭和13年2月1日に、広島乗り合い自動車と合併し自動車部を創設。その時より、木炭ガス発生炉使を開始による木炭バスの使用を開始。1941年、昭和16年8月に、広島郊外自動車株式会社と合併。1943年、昭和18年4月10日に、 政府のバス事業統合の方針に伴い、三段橋自動車株式会社、大田自動車株式会社、平和自動車株会社、牧野バス牧野正夫、丸三自動車株式会社、合名会社水内自動車商会、熊野古志自動車合資会社と合併した。1945年、昭和20年8月6日の原子爆弾により被災。同年8月13日、 4台の車両により運行を再開して終戦を迎えた。営業所、車庫網の充実に関しては、1946年、昭和21年7月14日に布営業所、1949年、昭和24年1月10日に、八丁堀営業所、同年12月22日に、吉田車庫、1957年、昭和32年11月12日に、 元町事務所及び、社校、1958年、昭和33年9月に、小営業所、1961年、昭和36年6月10日に、大竹営業所、同年8月10日に3時、社校、1962年、昭和37年2月15日に、岩国社校、1965年、昭和40年1月に、沼田営業所、 1966年、昭和41年5月1日に、小川内整備工場と拡大していった。県内の同業他社に関しては、1950年、昭和25年8月26日に広島バス、1951年、昭和26年1月5日、山佐バス、現広島交通が開業している。買収による事業拡大は、 1953年、昭和28年4月10日に開業した中国観光バス株式会社を1956年、昭和31年2月16日に買収。関連会社の拡大についても1962年、昭和37年11月28日に美北交通、1964年、 昭和39年3月28日には、芸用バスに、資本参加した。路線網に関しては、1956年、昭和31年1月9日の、志野線開通で 1000km、1961年、昭和36年8月4日のうずらき線開通で 1500km と、バスの全免許路線を拡大していった。2011年、 平成23年3月1日時点の営業キロは1 1 9 1 9トル。バスの動力に関しては、終戦直後はガソリン車や代用燃料の機関車を使用していたが、1947年、昭和22年6月30日より木炭、滝木ガス発生路搭載のバスを使用開始し、1948年、 昭和23年7月24日からは、ディーゼルエンジンを搭載したバスの使用を開始した。燃料事情の改善より1952年、昭和27年2月29日には、木炭、焚き木ガス車は廃止。さらに、燃料の切り替えより1956年、昭和31年4月17日には、ガソリン車の使用を廃止した。その他の、バスの質的改善に関しては、 1958年、昭和33年10月7日に、初の空気バネ車。1960年、昭和35年7月19日に冷房車。1961年、昭和36年7月7日に、自動ドア。1979年、昭和54年2月27日には、市内路線バスにも、同社初の冷房車を20台導入。 1998年、平成10年には、ノンステップバスの導入開始。2006年、平成18年に、天然ガスノンステップバスの導入を行っている。1997年、平成9年に、これまで自社で行っていた観光バス事業を、自社の貸切バス部門を廃止、運行系列会社の広電観光に移管した。2000年、平成12年に、車両も譲渡。 2005年、平成17年に貸し切りバス事業から完全撤退した。赤字が続いていた市内11号線の収支改善を目的に、1999年、平成11年に HD 西広島ボンバスを設立し、分社化した。2012年、平成24年3月9日、広島バスが所有するバスの全株式を取得し、 芸用バスを連結会社とした昭和40年代には、広島電鉄、広島バス、広島交通、芸用バス、美北交通による五社合併が模索された。1967年、昭和42年から1968年、昭和43年にかけて、合併についてのバス運営協議会を設置。利害関係の不一致で合意に至らなかった。その後、 すでに系列化しているとされた、芸用バス、美北交通を除く3社で再度協議を行ったが、広島交通が離脱。1969年、昭和44年4月に一度目の広島バスとの経営統合協議が行われたが成立しなかった。その後、1971年、昭和46年8月25日の広島バスの臨時株主総会で、 定産オートとの提携関係を解消。同年9月9日に広島商工会議所で行われた会見で、広島電鉄が広島バスに資本参加を行い、70%の株式取得、同年10月以降より新体制で運営することを発表した。また、その経営参加は五社合併への第一歩とされた。当時の広島バスは定産の参加で、 広島バスの社長の説得で実現した。その後の会議で、広島バス株式の85%の譲渡が決まり、広島バスに役員を派遣した。経営統合の成果として、広島バス、広島電鉄間の路線調整、広島バスが運営していた、宮島の観光船事業、広島観光汽船を、広島電鉄系列である、宮島松大観光船に譲渡が行われた。 これに対して、公正取引委員会は1972年、昭和47年2月より調査を開始、同年9月17日に指摘独占の禁止及び、公正取引の確保に関する法律、独占禁止法上の競争の実質的制限に当たるとして、助韓告を行った。その後の審判を経て、1973年、昭和48年7月17日に、 広島電鉄から派遣役員の辞任、広島バスの株式の大半、8万5000株の処分で同意申決した。それに伴い、広島バスに派遣されていた役員4人は辞任、同年8月9日には、広島バス株式の約77%を株式会社、マスオカクミに譲渡した。同意申決後も広島電鉄は、 広島バスの19.2%の株式を保有する第二位の株主である2012年平成24年3月での広島バスの筆頭株主は鉄鋼ビルディングで親会社のマスオ・カクミを含めると約65%の株を所有している。クレシ交通局クレシ A バスがマイカー、バイク、自転車の普及等の影響による利用者減少で赤字が続き 2012年、平成24年4月にバス事業を廃止する方針を2010年、平成22年9月8日にメーラにした。2010年、平成22年11月上旬に事業者が募集されると、広島電鉄と中国 JR バスが説明会に出席し、応募した。その後に選定委員会が書類、プレゼンテーションで審査した結果、 30日の市議会、公共交通問題対策特別委員会で、異常先を広島電鉄と決定した。2012年、平成24年4月1日から、呉市交通局のバス全路線を譲り受けし、運行を開始した。その後、2014年10月より一部路線を、呉市生活バスを自宅運行する各事業者に移管した。括弧内の番号は、 車両番号に用いられる、車両の所属を示す番号を。2017年7月から組織の一部変更があり、広島西営業課が広島南営業課に統合。熊野出張所が広島南営業課から焼山営業課に移動。高営業課が呉中央営業課高出張所に格下げされた。政府新都営業格スの機キ車庫2、詳細は、 当該路線の記事並びに、広島電鉄サイト及び美北交通サイトを参照。広電バス、広島バス、広島交通、芸用バス、美北交通、中国 JR バス、広島県内、ボンバス、中国バス、いかサバス。シートも鉄バスのパス P 通勤定期券を持っている、本人と同伴する同居家族が大人100円、小250円で、広電バス、広島バス、 広島交通、栄養バス、美北交通、中国 JR バス、広島県内、ボンバスを利用できる、環境定期券制度、乗れバス的がある。運賃の支払いは、現金、パスピー、全国総合利用サービス対象カードが使用できる。定期券を持っている本人については、定期券区間の場合は本人を除く、同伴者人数分の運賃を、定期券区間外または、 定期券区間から区間外まで乗車する場合には、本人と同伴者人数分の運賃を、下車の際、乗務員に定期券を提示の上、環境定期券で人分ですと伝え運賃を支払う。クレチ区では、利用範囲や条件の異なる2種類のフリー乗車券を発売している。いずれも有効期間は1日。市内線には、系統番号が与えられているが、 路線名を系統番号ごとに号線と称するのが特徴となっている広島バスも同様、同一系統の経路、行き先違いは、系統番号の枝番で区別している。なお、1号線、9号線、11号線、13号線、14号線、15号線、50号線は現在欠番となっている。かつての11号線に当たる区間は、現在は、 子会社の HD 西広島が運行し、広電だった時代は、西区役所までだったが、現在は八丁堀まで延長された。広島地区に共通の系統番号が導入された際には、11号線と14号線が割り当てられた。13号線は、広島バス51号線との統合、再編により、駅、町ループ線、101号線、102号線、103号線、 となった15号線は、現在は中国 JR バスが運行、横川駅、広島センター。50号線は、現在も、広島バスが運行、府中町方面に向かう路線である。急行バス以外は5から1が、大学病院前方面、5から2が、牛田和稲田方面行きである。牛田和稲田大学病院前間の路線であるが、全線を直通する便は少ない。また、 ぎ実は、正確には、漢字表記である。広島バスと共同運行。2018年5月13日に、広電バス13号線と広島バス51号線との、統合、再編により運行開始。平成30年5月14日の、ダイヤ改正により、広島ヘリポート行き及び南観音7丁目行きが、廃止。観音新町3丁目行き新設。 また、始発繰り上げ、最終繰り下げが行われた。合わせて、観音新町三丁目行き深夜バスが平日一便、設定される。広島バスと共同運行。郊外線は、広島南、広島北の二つの営業所が担当する。南営業所は、南営業課、北営業所は北営業課と、西風新と営業課を管轄している。年月より、 路線番号を導入している。西方面のバスの内2日市市に乗り入れる路線と、2日市市内のみを走行する路線は、二重化、出張所が担当する。クレアラインについては、クレアラインを参照。西広島バイパスを経由するすべての路線、広島バスセンター及び、田形、または、鈴が、峰住宅を経由する路線は、平日、 土曜日にフル港を通過する朝7時8時30分の上りの便については、規制により、バイパス本線ではなく、速道を経由する。その場合、田形広島学院入口、古号、速道、古号バスストップではないというルートになる。高速バスについては、高速バスを参照、1970年代から80年代初頭にかけて、派生路線として、 つつがが坂原原や松原発着便が存在したこの路線の朝に市内に向かう便は平日と休日で所要時間20分以上の差がある。大林2丁目は広島センター業のみが停車。広島三次小原登場線のうち広電バスでは三次発着便のみは一般路線バス扱いとなる。詳細は同記事を参照。いずれの路線も 中広町を経由するのは、バスセンター業は午前中、西風新都方面行きは午後である。土曜は、バスセンター業のみが停車する。日祝日は中広町は経由せず、全便横川駅前経由である。私立大学前、リハビリセンター前には停車しない便もある。平成20年のダイヤ改正で一旦は廃止された。ものの、平成29年9月19日のダイヤ改正で、 平日朝花の木大始発で1便、心清風梅園始発で2本のみ、横川駅前行が再び復活している。深夜バスが設置される前は、平日の心行最終便が花の木大経由で運行されていたことがあった。前車については、後日の横川駅前初修道大学行の車両送り込みを兼ねている。横川駅前は通常は駅前ロータリーに入るが、 平日朝の一部便については入らず、メディカルプラザ前に停車する。また5月が、岡団地行は、5月が、岡公園前から団地内を一周して、5月が、岡団地に向かう。平成30年5月14日よりジアウトレット、広島、空の北へ乗り入れ開始。それに伴い平日の西広島バイパス経由便を除き、5月が、岡団地行きは廃止された。 2012年4月1日、呉市 A バスから引き継いだ路線。熊野出張所の路線を除く。天王川尻線の西側が、吉浦天王線として分割された。東端は、呉駅前、日清西高前行の未停車。天王川尻線の東側が、新潟川尻線として分割された。いずれの路線も、新高駅は、郷原、黒瀬高の未停車し、 呉駅前発9時台以降の便は経由する。上2が経由便、21号線は、いずれの路線も呉市役所前を経由するのは、呉駅前後は、昭和市民センター発8時台から13時台、焼山、熊野、縄城方面行きは、呉駅前発11時台から17時台の便である。その他の時間帯は、今西通り、西中央3丁目を経由する。 2017年7月から広島南営業課の管轄課から焼山営業課の管轄課に移管された。松田スタジアム前は熊野業の未停車。2015年平成27年3月末現在バス車両558両を保有する。車両は日野自動車製が多いが、伊す津自動車、三菱不走製の車両も一部存在する。 2012年から4年間で、大型バス、中型バスを合わせて100両程度の抵抗会社両の導入と、既存車両でも従来よりもゆったりしたサイズの、広で、ん、オリジナルシートへの交換を行う予定である。呉市交通局から車両を引き継いだ関係で、それまで導入実績がなかった西日本車体工業製で 96MC の車体を仮装した車両。 純正車体仮装のイスズキュービック、西日本車体工業製車体を仮装した量は、在籍している、富士重工業製の車体を仮装した車両が登場した。なお、継承した車両の一部は、呉市生活バスへの路線移管に伴い広電カラーの、まま地元タクシー事業者各社に移管されている。CNG バスも導入されており、近年では一部の郊外路線にも投入されている。 2014年より、毎年、一般の路線用として、ハイブリッド車を導入している。なお、これに伴い CNG バスの導入はストップしている。導入された新車は、広島県八日市市にある即刻神社でお払いを行っている。乗務員の名札は従来運転席広報に設置されていたが近年運賃表示機関に移設された。乗務員の名札も慎重され、 乗務員の氏名の下に赤字で私は安全運転に努めます。セーフティードライブといった文章が書かれている。2008年4月15日の広島高速4号線での ETC 供用開始に合わせ、広島高速4号線を経営する路線のすべての車両に通常の路線バス車両としては珍しく ETC 車載機が搭載された。 また熊野営業所の車両にも広島高速3号線通過便の設定により搭載された。他にも三段共営の路線は路線バス車両で高速道路を経由する便が存在するためシートベルトや ETC の装備がある。在籍する車両の多くが MT 車であるが運転手の負担軽減のため2007年度より観光マスク車両を除く自社導入車両は AT または AMT 車の導入限定されている。2009年1月には連接バスを導入する構想が公表された。その後、2015年を目途に西風新都線への導入を目指すことが発表されたが、団地の道幅及び連接バス専用バス停等の関係などから連接スの導入は断念された。車内放送は路線により、 女性と男性の混合仕様、男性仕様と2種類存在する。乗務員による誤った運行を避けるために、特定のバス停到着前、発車後に進行方向のアナウンス及び、ご運行防止メロディが流れる。呉市交通局から継承した路線では、社局名を差し替えたものを経て、2013年4月より、男性仕様の車内放送が使用されている。この他、 2014年7月より、西風新都営業可能路線でサンフレッチェ広島、ラッピングバスが運行されている。またエディオンスタジアム広島への特別輸送時のみ、所属選手がアナウンスを担当している。車両には5桁の番号が付けられており、以下の法則に基づいている。例、14,700。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。